はい、ということで皆さんこんにちは。こんにちは。はい、筑波大学スポーツライブの時間がやってまいりました。本日司会を務めます筑波大学アスレチックデパートメントの米原弘明です。よろしくお願いします。そしてですね、今回はアンダー19ワールドカップ特集ということで、筑波大学男子バスケ部の素晴らしい3人のゲストの皆さんにやってきてもらいました。ということでですね、コメンテーターの方、筑波大学男子バスケ部を愛し愛された男、まだ愛されたんですかね、これからまだちょっとよくわかんない、これから愛される予定の男、木村かなたさんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。木村さん、打ち合わせの段階からですね、男子バスケ部の皆さんから男子バスケを語る上で欠かせない男木村が絶対にいいと思いますと全押しされてたんですけども、まあ、木村さん男子バスケ愛してるという話でいかがでしょう。正直愛してますね。愛してるんですね。愛してます。いつから愛し始めちゃったんですか。と、自分は高校1年生の時ですかね。高校1年生、自分のいるカテゴリー、カテゴリー、高校生だったら1個上のカテゴリーが好きなんですよ、うん、中学生の時は高校バスケが好きで、高校生の時は大学バスケが好きという感じなので、で中学生の時は、福岡大学附属大濠高校が好きで、名門の、そうですね、名門ですね。そしてそこのファンだったんですけど、そして高校生になって、こう大学バスケを見てみたら、はい、なんとそこの選手がいっぱいいるじゃないかということで、この筑波大学のバスケ部のファンにならせていただきました。ならせていただいたと。そんな感じです、ね、そしていつの間にかその筑波大バスケ部に僕がいると。そうですね。そういうことで、もう 入らせていただきました。今は何をされてるんですか。今はマネージャーやってます。マネージャーをやってるんですね、はい、マネージャーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。ということで、本日このお二人でどんどん回していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日ですね、先に言っておきます。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出演者全員マスクを着用しての参加となります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。そして今この動画配信されてます筑波大アスレチックデパートメント YouTube チャンネルでは、こんな感じで皆さんいろんなチームの方々のご活躍、また面白つくトレなどなど、いろんなものを発信していきますので、今のうちにいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで企画の内容の紹介に移ります。筑波スポーツライブというのはですね、毎回いろんなチームの学生アスリートにお越しいただいていまして、各チームのいろんなことを聞いていってます。前回はドラフト会議の注目選手をおさらいしようということで、野球部の方に来ていただいたんですけども、見ました。自分はちょっと見てないですね。見てないですね。はい。やっぱり見てないか。ちょっと見てなかったですね。実は今年ドラ1候補の学生が筑波大にいるということで。それは耳にしたことありますね。耳にしたことはあるんですね。本当に直近。直近。最近、マネージャーの、はい、同僚のマネージャーの、同僚の女の子の、いる女の子がいるんですけど、その子が。情報がいっぱい来ましたね、今ね。そうですね。その子から、なんか、ドラ1の候補の人がいるらしいっていう話を本当にして、それで耳にしたぐらいですけど。そうです。ちょっと詳しくは分かんないですけど。詳しくは後でじゃあ動画見ておいてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。本日はそんな感じでやっていきます。今回のテーマは先ほどお伝えしましたが、アンダー19日本代表特集ということで。アンダー19。アンダー19。でかい方来てますね。そうですね。全員もでかすぎますね。じゃあ木村さん何センチ？自分168センチですね。ああ。小柄な。ちょっと小さめな。ちょっと小さめ、ね、プレイヤーで。まあそうでしたね。はい。この後すごい大きい方3人来ていただきます。そうですね、大きいですね。その前にですね、今日のテーマであるアンダー19ワールドカップについて少しご紹介します。僕ちょっと調べてきました。なるほど。はい。アンダー19ワールドカップ7月に開催されたということで、ラトビアで開催されました。ラトビア行ったことあります？さすがにないですね。さすがにないですか。さすがにないです。イメージ僕もあまりないんですけども、その話も聞いていきましょう。ですね。で、高校大学から12人が代表として選出され、そのうち3人が筑波大学、その3人全員来ていただいたということで、合ってます？合ってると思います。合ってると思います。見ました？試合見ました。誰が一番活躍されてました？今日の3人の中で。今日の3人の中だと、ゆうさんですかね。後で出てきますよ。後で出てきます。ゆうさんで出てきます。次は？次ですか？はい。次に活躍した人ですか？うん、まあ、目線がちょっと怖いね、今ね。小川敦也くんですかね。小川敦也くん、よかった。そして？そして、浅井秀也くん。全員出ます。全員出ます。全員出ます。お楽しみに。ということで、そんな感じで、アンダー19ワールドカップ特集、始まります。これから。筑波スポーツライブ、スタートです。スタートです。
はい、ということでゲストの3人来ていただきました。来てくれましたね。なんか見ただけで豪華なオーラが伝わってくるんですけども、すごいですよね。すごいんですか、やっぱ。本当にやっぱすごいですよ。すごいですね。じゃあ早速自己紹介の方を始めていきたいと思います。本日アンダー19日本代表としてラトビアで開催されましたワールドカップに参加した3選手にお越しいただきました。それでは1人ずつちょっとご紹介の方をお願いしていいですか。はい、じゃあまずは1人目は1人目はまあ3人の中で一番、はい、年が上の、年上の真ん中にいらっしゃる、お木林優さんですね。木林優さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。筑波大学2年の、ポジションはパワーフォワードをやっています木林優です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。木林選手の情報ちょっといただいてもよろしいですか。木林さんは、いや優さんはですね、優さんはですね、まあ、やっぱりいつも優さんって呼ぶんですね。優さんですね、はい、基本的な下の名前で呼ばせてもらってます、まあ、優さんは、まあ、言わずも知れた世代ナンバーワンビッグマンということで、まあこの今の大学2年生の代で、はい、まあ、多分本当に一番有名なビッグマンのプレイヤーで、まあ高校時代は多分センターとかを主にやってたんですけど、大学に来てからはまあポジションをアップして、まあパワーフォワードだったりとか4番5番のポジションで大学を支えてくれてる、まあ素晴らしい選手ですね。なるほど。で、まあ、最近はちょっとエーペックスなんかにハマってるらしいです、はい、ちょっとはま流行ってますもんね。は流行ってますね、やっぱり、はい、結構やられるんですか。いや、そうっすね。同じ2年で、そのゲーム仲間はいるんですけど、はい、よくやってます。ああ、そうね。混ざったことは全くないです。いつか混ぜてあげてください。お願いします。よろしくお願いいたします。そして次は、3人いますね。どちら行きましょう。じゃあ次は、まあ、アナので、浅井から行きましょう。浅井選手。はい。まあ、一番自分から遠い側にいるのが、1年生の浅井秀也くんです。筑波大学1年のポジションは、パワーフォワードやっています浅井秀也です。よろしくお願いします。ポジション一緒ですか。そうですね、大学だとポジションが一緒だったりします。豆知識いただいてよろしいですか。まあ秀也は、まあ、お兄さんが3年生で修吾さんっていう、浅井修吾さんっていう選手が同じ筑波大学のバスケ部にいるんですけど、まあ、秀也はなかなか高校時代はそんなに全国の舞台とかに出たことがないプレイヤーで、はい、アンダーカテゴリーの代表とかには選ばれてたんですけど、なかなかお目にかかることができなかったプレイヤーで、レアキャラだったんです、ね、本当に そんな感じで、はあ、もう自分も高校の時から気になってたんですけど、はい、全然見たことなくて、はい、名前とかはいつも浅井秀也っていうのは載ってたんですけど、こう代表のリストとかに、はいはいはい、あの時はじゃあ弟かなって感じ。そうなんですよ、あの弟で、あ福岡だしみたいな感じだったんですけど、うん、大学に来てみてうわうまいなみたいな、いるってやばい、浅井いるってなったんですか。もう弟っていうレッテルをもうないんじゃないかって、ないんじゃないか、てか全然本当になく考えても、うん、もうとんでもないプレイヤーです。とんでもないプレイヤーです。浅井秀也です。本日よろしくお願いします。お願いします。そういえばダンクコンテスト出てましたね。はい、一応出させていただきました。 YouTube 非常に面白いダンクコンテストありますので、ぜひエンゲートで見てください。チェックしていただきたいですね。チェックだ、はい。そして、まあ、お待ちかね、お待ちかね、小川選手。小川ですね。1年の小川ちゃんです。一番緊張してますね。一番緊張して、緊張しますね。3人の中で一番気合入ってないな。ポジションポイントカードです。ポイントカードです。ポイントカードです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に緊張しますね。緊張しますね。はい、彼相当上がってきましたね。小川選手のなんか豆知識またいただいてよろしいですか。小川っては、まあ多分バスケットボールファンならもうみんなが知ってる。へぇ、本当に。いや、本当にそのレベルのプレイヤーで、もうウィンターカップでも相当な、もう、後を残したプレイヤーで、後を残したもう世代ナンバーワンポイントガードってか、世代ナンバーワンのプレイヤーとも言われてる選手。これは割と本当に自分も、はい、自分なんか偉そうですけど、はい、自分もそう思ってて、偉そうじゃない、偉そうじゃない、本当にすごいプレイヤーで、はい、まあ、でかなり意識とかも高くて、食生活とか食生活つけたりとか、すごいこうストイックな面もあって、で今ちょっと緊張してますけど、はい、本当はまあすごいテンション高い人なんで。本日唯一の関西人って聞く話を聞いてます、ね。関西、高校が、京都の洛南高校だったので。ああ、名門ですね。名門ですね。なので、かなり多分、もう慣れてきたら、どんどんテンション上がってきてくれると思います。行ってほしいですね、後半。こう行ってほしいですね。待ってましょう。待ってましょう。それまで、トントンしますよ。どんどん攻めていきます。聞いていきます。はい。ということで、この3名とお送りしてまいります。本日トピックの紹介です。本日はですね、まず、皆さんすごく気になってると思うんですけど、アンダー19ワールドカップを振り返ってということで、なんかちょっと試合のことだったり、オフのことだったり、なんかこう、合宿の話もちょっと掘っていこうかなと聞いていきたいですね、思っております。そして、二つ目が、ちょっと試合っていうのに関連しまして、なんか験担ぎとかあるのかなと。
ちょっと僕は気にな個人的に気になっていますので、ちょっと験担ぎ聞いてみます。ちなみに木村さん、験担ぎとかあります？自分ですか？はい。あ、自分、これ、割と本当の話なんですけど、はい、自分、受験の時に、筑波大学に入りたすぎて、はい、あの、筑波大学が去年販売した、はい、T シャツがあるんですけど、去年のその販売したバスケ部の T シャツ、バスケ部の T シャツを2枚買って、はい、制服学ランだったんですけど、はい、学ランの下に毎日着てました。おこれは割と本当の話で受験の日も着てて、はい、本当にそれが験担ぎでしたね。験担ぎですね、一番の、はい、すごいなって入っちゃったんですもんね。本当にそれで入ってなかったらちょっと恥ずかしかったです。いや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 、ちょっと毎日着てたんで愛があって絶対入れる、はい、そして3つ目、3選手の目標にしているプレイヤーということで気になります、ね、この日本代表で活躍している3選手がさらに目標にしているプレイヤーのことについてちょっとずつ聞いていこうかなと思います。はい、ということで早速1つ目のお題に行ってみましょう。 U19 ワールドカップを振り返ってということで何聞きましょう。何聞きましょうね。じゃあまずなんかの合宿があったということで合宿の話を聞いていこうかなと聞いていきたいですね思っております。じゃあまず最初に木林選手に聞いていこうかな。多分合宿いろんな選手がやってきて練習をしていたと思うんですけど、合宿って大体どれぐらいの期間やられてたんですか？一番最初は、うん、何月だっけ、4月から1ヶ月ごとに始まって、はい、でそのラトビアに行く前に1週間ぐらいのなんか大きな合宿が始まって、そこでまあ絞られたみたいな感じです。絞られた結構やっぱきついってことですか？練習はきつかったです。ああ、なかなか印象に残ってるメニューとかありますか？なんか印象に残ってるメニュー、なんかめっちゃきつかった、うん、この練習やばかった。いやなんかもうアップして、うん、すぐ4対4、5対5なんですよ、代表って。でもだから5対5になったらやっぱ結果を残さないと残れない。あ、先行の段階で先行が入ってるってことか。じゃあ4月の段階は結構人数が多かったってことですか？そう、多かったですから最後12人になるっていう、はい、やっぱどの辺でこう何ですか、やっぱ最初は何人ぐらいから始まったものなんですか？すみません素人質問なんですけど。30人ぐらいですか？結構いるんですよね。あ、そうなんや。で試合とか繰り返しながら。そうですね。はあ、その中で生き残った3人がやっぱりこの3人。じゃあ合宿の中で最初多分じゃあライバル関係のスタートになるのか、最初からもうなんかチームメイトみたいな感じで進むのかっていうとどうですかね、小川さん。気抜いてましたね今完全にみんな上手で、うん、あのみんな顔見知りなんで、うん、なんかもう同じ合宿先とか泊まったりしてるんで、うん、練習中はバチバチどのポジションの選手もやってると思うんですけど、そのコート出たらみんな仲良くて、やっぱもうバチバチなのか、最初からやっぱもうチームとして動いてんのかってさ、どうなのかなと思って。絞るになんかちょっとずつ減っていくんです。うん。少なくなっていくにつれてチーム意識は高くなると思います。最初はバチバチみたいな感じ。最初はバチバチでも。ああ、そうなんだ。そうなんだ、ね。絶対俺残ったるでみたいな。って思ってたんですけど、うん、ずっと練習中から怒られてたんで、えぐいほど怒られてきてずっとそれちなみに聞いていいかな、小川選手何で怒られてたんですか？あ、まあ、自分が悪くてしょうもないミスとか多かったんですけどはい、はい、なんかまあしょうもないミスが多かったです。プレー面で、ね、はい、プレー面で怒られちゃってました。筑波では怒られることあるんですか？いや、あんまりあんまりない。じゃあ久々に怒られちゃったか。なるほど、はい。意外な一面、意外な一面って言うのは意外な一面だんだん気がしますねありがとうございます。そんな中で3名が生き残り、あのラトビアに行くんですけども、今回コロナウイルス感染拡大の中、結構厳戒態勢の中試合だったり移動だったりあったと思うんですけど、その辺ってこうどうなんだろう、遠征何度も行った選手ってこの中いるんですか？初国際大会の方、じゃあ2人は何回もあるんですね。こういつもと違ったなっていうところがあれば教えていただきたいんですが、木林選手。そうっすね、まあやっぱり
観客がいないのが一番、うん、なんかもう本当に練習試合みたいな感じだったんですよ。ああ、周りにいなくて、もうスタッフとチームと、まあ、コーチとかだけで、はいはい、やり合うみたいな感じだったんで、なんかすごい、なんだろう、なんか、あんまり実感がなかったですね。ああ、国際大会、ワールドカップだみたいな。そうですね。どうしたどうしたそんな感じがワールドカップの実感がないまま実感がないですね。でも燃えるもんですよね。そうでもない。 それは燃えるね。ちゃんと代表として。ちなみに皆さんはいつから日本代表経験があ あるもんなんですか。小川選手、代表っていうか、うん、代表って言えないですけど、うん、世代別に選ばれてたのは U15。 ああ。でも3年目、4年目、5年目ぐらいなんですね。さすがです。今回多分あの監督がやはり日本代表ということで、いつもの吉田監督ではなく、日本代表の監督の指導のもと進んでいったと思うんですね、チームは。もちろんそうですよね。合ってますね。合ってますよね。合ってますよね。僕一応調べました。一応調べました。で、やっぱりいつもの監督と違う中で、そのプレースタイルだったり、そのチームの動かし方だったりっていうところで、なんか印象に残っていることがあったら教えてほしいなと思うんですが、浅井選手。19の監督は佐古さんって言って、うん、はい、自分もアンダー16の時から一緒にやらせてもらってる人なんですけど、うん、まあ、それもあって、まあ、佐古さんのプレーだったりは、まあ、1、2年や前とかにやっていたんで、まあ、それに関しては動きとか、まあ、特に問題ないっていうか、うん、まあ、理解はある程度していたかなって感じです。うん、だからバスケの、ちょっと僕はバスケ素人なのでいろいろ聞きたいんですけども、なんかこう、どういうスタイルというか、佐古さんってこんなバスケだなみたいなっていう、ね、一言で表すと何かあるもんなんですか。やっぱチームプレーっていうか、チームで守って、チームで攻めるっていう感じですかね。ハードワークなんですか、それ。もう、かなり佐古さんっていうのは熱い男ちゃんで、ね。ミーティングとかもじゃあ結構。あ、はい、結構熱いです。はい。なんか印象に残った言葉とか。自分結構怒られたんで。ちょっと待って待って待って。3人中2人怒られたけど大丈夫ですか。木橋さん大丈夫ですか。僕はもう怒られなかった。ああ、よかった。冬さんだけ怒られなかった。はい。まあ、どうでしょう。やっぱ自分結構ミスで怒られてたんで、うん、なんか残って、印象に残ってる言葉っていうのは、なんかしっかり準備っていう、なんかベンチで、そういうのをしとけっていう感じのことをやれたのが、ちょっと印象に残ってます。ちなみに小川選手は印象に残ってる言葉。残ってる言葉は、僕自身じゃなくて、はい、チームに向けてっていうか、あの、今回の試合は負けても、うん、次の日試合あったりとかずっと続くんで、今日のこと忘れて、明日の準備をしようっていうのは常に言われてたんで、うん、確かに、はい。ありがとうございます。聞きたいこと聞けてます？なかなか聞けてますね。申し訳ございません。そんな中、多分この先ほどオフの日の話をちょっと聞きたいなと思ってたんですけども、多分オフの日あると思うんですね。で、リーガ行って試合の間とかオフがあるんですかね。そんな中って基本ちょっと何されてたのかなと思って、試合リーガでは一人部屋なんですか？いや、二人でした、ね。二人部屋。二人部屋。ちなみに皆さん誰と一緒だったとかっていうのは？ここです。ここ一緒。それはもういつも通りのなんかあれですね。心、あ、勝手に決められてるんですね。木林選手誰と一緒だったんですか。僕は同期の。はい。名前言っていいんですか。言っていいんじゃない？言っていいと思います。いい言っちゃダメなのかな。言っていいと思いますよ。ジャバっていう。ああ。同期の子です。専修大学の選手、超有名プレイヤー、有名ですね。その子と一緒です。仲いいんですか、やっぱ。仲いいっす。昔から。そうですね。やっぱそういうやっぱ選手あれですかね、部屋決めもなんかこう仲いいグループになるようになってるんですかね。いや、あれですね、多分上から順です。あ、学年順。はあ、そうなんや。なるほど。そうなるんですね。全然知らないんで。全然知らないよね。全然知らない。どんどん聞きたいよね。もういろんなこと聞きたいですね。いや、めっちゃ気になる、めっちゃ気になる。そんな、部屋決めの仕方はどうやら学年順ということが今分かりました。ありがとうございます。で、多分、名前順ですね。次、あとOで行くんですね、きっと次。ああ、確かに。なるほど。無条件ですね。その中で多分、いろいろ長い、なんだろうな、試合期間だったり、合宿期間で、なんか、
ちょっとハプニング的なことが起きたみたいな、なんかシューズにまつわるあれこれがあったという話を聞いたんですけど、この中でなんかこう靴を忘れた人がいるっていう話を僕は聞いてですね、そんな人いるんですかね、なんか代表靴忘れちゃったっていうのはこれ流していいのかちょっと分かんないんで、誰なんすか小川選手これ僕っていうと思ってると思うんですけど、あれ、あれ怒られてないけど、はい、靴忘れたという。そうですね。いつ頃？いや本当にもう試合の中で、はい。その次の日試合で、うんうん、その日はオフだったんですよ。で、次の日の試合のために、まあ、練習があったんですけど、はい。そこで場所忘れました、ね。あら、どうしちゃったんですかそれ？いやもうなんかバスで気づいて。あ、はい。バスで降りるときに気づいて、部屋あるわみたいな。でも持ってきてね。え、冷や汗ですかやっぱ。やばいみたいな。やばい。マジ焦って監督に謝りに行った。なんか全然笑って。ああ。何かそれまでの信頼があったのか。ですね、信頼。忘れても怒られないっていう。レベル、やっぱちょっともうレベル違いますね。ちょっと一つ。よく怒られたけど二人は。やっぱりプレー面で怒られるという話は分かったんですけど、バッシュはまだセーフだったのかなと。セーフだったんですね。その日じゃあ練習どうやって乗り越えたんですか？え、でももうなんかみんなが練習してる時に、はい、靴下で応援してました。そうなんや。覚えてますそのシーン。ああ。走る時とかこう手出して。じゃあ完全にもう外にいたんですね。そうそう。いいリカバリーになりましたね。よかったです。そしてなんかもう一個靴が。ぶっ壊れたみたいな話も。壊れた人がいるらしい。ってちなみにバッシュって壊れやすいんですか？自分はあんま壊れないです。壊れたこと？自分は最近壊れましたね。あら、壊れることがあるらしいですね。まあでもたまにやっぱある、ね。たまにやっぱあるんですね。そんな中で、この合宿中に壊れちゃったの人がかな？小川くん。僕です。これはどのような形で？まあ、この、靴の中が、はい、はいはいはい、エアが入ってる、あーはい、エアが膨れ上がってきちゃって、へえ、違和感感じたんで、つくばバスケオタクに、あれあれ、はい、発送してもらいました。つくばバスケオタク出番ですね。いや僕ですね。あ、なんでか知らないんですけど、はい、小川くんのバッシュが僕の家にあったんですよ。すごいっすね、なんか。オタクの域を超えるとそうなるんですね。そんな、なんかストーカーみたいなことじゃないんですけど。これコレクションですか？いや、なんかあったんですよ、はい、僕の家に。で、もうある日、LINE が来て、はい、まだ日本にいる時だったので、日本であの最終合宿やってる期間だったんですけど、なんか、バッシュ壊れたって言って、送ってほしいって言って、うん、えと思って、僕その日練習あったので、はい、練習に、あ、行かなきゃと思ったんですけど、はい、あれ？でもやばいなと思って、はい、明日送れねって LINE送ったら、いや今欲しいって言われて、もう部活ちょっとその日準備があるんですけど、1年生なので、はい、準備遅れてって、あら、あっちのためにバッシュを送りました。わざわざありがとうございました。あの一件で日本代表になれたかもしれません、ね、いやもしかしたらもう将来呼ばれないかな、マネージャーそんなない。まだ送ってもらって、はい、借りがあるんで、おお、ご飯おごる言うて怒ってなかったんで。あら、まあ、なかなかやっぱりコロナのせいで。はい、なそうですね。いけるようになったら、じゃあ、その分の借りを返してもらいましょう。はい、おごってもらいたいと思います。ありがとうございます。という感じで、アンダー19ワールドカップ特集をさらっと行かせていただきました。その次ですね、試合前の験担ぎというテーマで話を聞いていきたいと思います。験担ぎね、木村さん先ほどあったように、こう、つくば T シャツ験担ぎ。これは本当にやってました。僕は前日は、あれですね、とんかつを験担ぎにして競技時代はやっていましたが、いかがですか浅井選手、験担ぎ。自分は特に験担ぎとか意識したことないないですか。ない。これお母さんのナポリタンをいつも食べるとかなかったですか、高校時代。いや特にないないです。特にないんだ。あら、なかなかないな。木林選手いかがですか験担ぎ。自分もないっす、ね、意外とバスケって験担ぎしないもんなんですか、ね。まあ、でもなんかそうですね、こうなんか準備とかでルーティーンとかあるかもしれないですよ。足を左から履くとかいうのはよく聞くんですけど、左右どっちからか履くとか聞くんですけど、そういうのがなかなかないかもしれないですね。小川さんのライブ動画見てます。おお、食い気味に食い気味に来ましたね。まだ聞いてねえ、まだ聞いてねえ、食い気味に来ましたね。トゥワイスのライブ動画見る小川選手、トゥワイス最高。はい、最高です。誰推しなんすか？9
キューティーセクシーサナですね。キューティーセクシーサナ。ちょっと、みん、えぐお前。えぐいな。もう、やっと上がってきました。やっと上がってきましたね。カット。なしで。なし。でも、ほんまにキューティーセクシーサナって言ってる。はい。あ、なるほど。これはもうそのまま使わせていただきます。キューティーセクシーサナを押しています、小川選手。その中でも、このライブというのはあるんですか、やっぱ。迷うんですけど、別にないっすね、これ。あ、そうなんです。この曲っていうのはチアアップっていう歌が。おー、はい。そこで、自分もチアアップして。一緒にシャーシャーシャーっていうとこあるんですけど。はい。一緒に歌いながら。急にテンション上がってきた。今多分、画面の向こうで、トゥワイス好きの方々は燃えてます、ね。まあ、いっぱいいますからね、はい、結構います、ね。やっぱバスケ部にもトゥワイス好きは何人かお友達いらっしゃるんですか？あれ？あんまりいない。あんまりいない。隠してるのか、みんな。自分が浸透させていってる。これからですね。まだ1年生だから。広めに生きてる。こっから行きたいと思ってます。という感じで、験担ぎさらっと行かせていただきました。あまり出てこなかったですね。ということで、3つ目、目標にしているプレイヤーということで、ここまでですね、アンダー19日本代表でこう、多分世代を代表する、逆に目標にされてきた3人だと思うんですけども、その3人が、目標にしているプレイヤーについてちょっと気になるなと。木村さん、なんか予想とかあります？なんか小川敦也は、はい、まあ洛南出身だったりするので、はい、もしかしたら洛南の先輩来るかな、OB の方々が来るのかなとか、そんな予想とか。そんな予想とか。じゃああとは？あとはちょっとよくわかんない。まだ想像がつかないです、ね。はい、小川選手いかがでしょう？さっきリハーサルやってたんで誰か知ってるんですけど、予想どれか。バレるバレる。やめてくれよ。はい。憧れとしてる選手、あの選手は洛南高校の先輩である比江島誠選手。日本代表の。日本代表、今。今もう。オリンピックもじゃ出てた方ですか？出てましたね。その中でもどのようなプレーだったり、こう姿勢が目標だなというものあれば教えてください。身長も自分と近くて。はい。で、大きくて、結構、いろんなことができて、うん、一対一能力が高くて、自分もああなりたいなって思って、ありがとうございます。ちなみになんか、すでに交友関係とかあるんですか？まだ。連絡を取り合ってたり。自分がウィンターカップ終わった後に、はい。洛南の、うん。比江島さんも洛南の5番。背番号が5番だって、なんか5番がエースみたいなとこあって、楽なんで、はい、それは彼が一番知ってる、彼が一番それで自分も5番付けさせてもらって、そのインスタのストーリーに上げたら反応してくださってみたいな、相互フォロー。し合ってます。めちゃめちゃ喜んでました。その姿見てたんですね。あれですね。その後もなんかいろいろ、はい、こう。なんかインタビューとかで、はい、比江島選手がこう注目の選手みたいなので、はい、小川くんを上げてたんですよ、本当に、はい、でこうバスケットライブっていうので上げてて、はいはいはい、もうそれ見てもうめちゃめちゃ喜んでました、本当に。その時の小川選手の雰囲気ちょっとじゃあ、もう小川ってもうえぐいてえぐいてってしか言わないと喜ぶと、これ本当なんですよ。もうずっと喜んでました。あ、よかったです。これなんじゃ超えていきましょう、これから。えぐいてすごい。ああ、嘘やろ。怖っ。2人ちょっと今シュンとしましたね、奥で。もう奥で2人がもう次やりづらいわーみたいな顔今めっちゃしてます。こいつ最後にしてくれよみたいな雰囲気ありましたね。では木林選手お願いします、目標にしてる選手。自分はあの後やりづらいな。自分はそうですね、NBA 選手なんですけど、はい、もう引退しちゃったんですけど、うん、ダークノビツキー選手っていう超有名選手です。有名ですね。知ってます。知ってます。っていうそのビッグマンの選手がちょっと高校ぐらいの時は好きで憧れでした。やっぱ NBA 結構見られるんですね、みんな。そうですね、見ますね。やっぱり。B リーグも見る。B リーグも最近になって少しずつ見るようになりました。NBA やっぱ見るんですね。ノビツキー選手どこが一番こう惚れ惚れするプレーとかスーパープレー集あったりすると思うんですけど。あのプレーみたいな。ビッグマンなんですよ。はい、昔の選手で分かるのは、うん、でそのビッグマンってやっぱその中で勝負するのが基本だと思うんですけど、うん、そのノビツキー選手はスリーポイントだったりとか、うん、
外のプレーもやる、で中もプレーもやるビッグマンで、そこはすごいなと思って惹かれました。目指してますか？そうです。超えてください。ありがとうございます。そして浅井選手。これ日本人、まあ NBA。NBA 選手。次どっちかなと。どこ来るかなみたいな。B、NBA。どっちかなってとこですね。自分は、はい、同じ筑波大学の2年生の三谷さんを目指す。三谷さん、ちょっと豆知識お願いします。まあ、三谷さんっていうのは三谷慶次郎さんっていうんですけど、はい、まあ、広島南高校ってところ出身で、世代別でも、まあ、選ばれたりとか、あと今、最近 3x3 ってあるじゃないですか。はいはいはい。3対3。3対3。の日本代表の候補とかにも選ばれてるような選手で、もう1対1とか対人能力が高くて、まあ、本当にもうユウさんと並んで世代を代表する今の大学2年生のカテゴリーだと、もうトップクラスのプレイヤーですね。ありがとうございます。素晴らしいね。誰言ってもこんな感じで来るんだろうなと思って。その中でもどのようなところがやっぱ目標だというところを教えてもらいたい。やっぱ高校時代からウィンターとかインターハイで動画とか見てたんですけど、はい、やっぱ1対1とか何でもできるところにちょっと憧れっていうか、そういうのがあって、うん、まあ、自分も三谷さんみたいに上手くなりたいなと思って、はい、今実際に同じチームでプレーしてるじゃないですか、はい、練習もなんかやっぱすげえなって思うってことがあります。やっぱすごいと思いますね。シュートも上手いですし、もう1対1はとにかく強いっていう印象ですね。ちょっと僕知らなかったんで、ちょっと注目して今回リーグ戦見ていきたいなと思っております。ちなみに木村選手目標にしている憧れの好きな選手とかいるんですか？好きな選手ですか？はい、一押し決めれます？筑波大学ですか？はい、みんなの目が俺かみたいな目してますけど、いや決めれないですね。ちょっと本当に箱押しみたいな。箱押し筑波大学押しみたいな。押しなんで、やっぱ木村さんが一番日本で筑波大男子バスケ部を押しているという噂も聞いてるんですけども、まあそうだってほしいですけど、上には上がいるかもしれないですから、ね、じゃあちょっとここであれですね、全国の筑波大男子バスケ部押し集まれって自分より押してるやついたらちょっと連絡してこいという感じですね。わかりました。そんな感じですね。そんな感じでちょっと一言でお願いします。こちらですね。こっちですか？はい。全国の筑波大学ファンの皆さん、一緒に応援しましょう。おー、ちょっと分かんないな。もう苦笑いされてますね。かかってこいじゃないですね。ちょっとひよった。ひよったね。あまあ、次回ちょっと攻めていきましょう。まあ、ょ 次回も、はい、次回も攻めていきましょう。ということで、すいません。あっという間に時間がだいぶ経ってしまいましたので、本日予定時間30分超えてしまいました。すいません。こんな感じで、これにて、筑波大学男子バスケ部アンダー19特集を終わりにしていきたいと思います。最後にですね、もうすぐリーグ戦が始まる頃ということで、3選手にリーグ戦の意気込みだったり、こうファンの皆さんにコメントなどなどいただければなと思っておりますが、じゃあ、浅井選手から。いいですか？このリーグ戦が、自分にとって大学での公式戦の、初めての公式戦なので、まあ、自分のプレーいいプレーが一つでも出せるように、頑張っていければいいと思います。応援よろしくお願いします。そして次、岡林選手最後っすね。最後やりづらいもん。その次、木林選手お願いします。そうですね、自分の役割っていうのをしっかりこなして、はい、チームに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。応援してます。待ってましたよ。小川選手お願いいたします。自分はまだ1年生なので、試合に、まあ、出るときと出ないときあると思うんですけど、出たときは全力でベンチから出て流れを変えれるぐらいのプレーをしていきたいです。ゲットオーバー燃え尽きなるで。怖い本当に怖い。いやー、やっぱセンターに座ってるだけありますね。今日はやっぱりいつの間にかやっともうこう来ましたね。俺がここやでと思う一直線でここに座りましたもんね。ということで、ここまで3名の選手と、さまざまなちょっとアンダー19からまたいろんな話聞いていきましたが、木村さんいかがでしたか今日？あ、いろんな話聞けたりとか、まあ、普段意外とおとなしかったりする人たちもいるので、そうなんですね、いろんな話聞けて本当に楽しかったですね。印象に残ってるところあります？まあ、
やっぱりユウさんが、ユウさんってこう結構しっかりしたイメージがあったんですけど、バッシュ忘れるなんてそんなポカするとは思ってなくて、ちょっと面白かったです。面白かったです。よかったです。今日よかったです。ということで、皆さん、つくばスポーツライブいかがだったでしょうか。最後にですね、お知らせです。試合の予定がそろそろ先ほどありましたが、秋リーグがいつから始まりますかね。10月2日の土曜日から。10月2日土曜日、初戦は早稲田大学との初戦、皆さん、ライブ配信もありますね。ありますね。ぜひ皆さん、筑波大学の応援、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、筑波大学男子バスケ部ではですね、ツイッター、インスタグラム、またエンゲートでさまざまな、SNS ですね、さまざまな情報を発信しておりますので、こちらも今のうちにフォロー、お願いいたします。お願いします。結構、オフシーンとか見れますかね。結構、あと、そうですね、オフシーンだったりとか、あと、グッズのこう、あ、グッズ話とか。あれ？お、グッズ？あれ？あれ？グッズ？グッズ？なんか今日皆さんお揃いのシャツで、これまだ売ってない？今はもうちょっと、一回、あ、そうですね。販売停止してる。こちら、筑波大学男子バスケ部オリジナル T シャツですね。限定 T シャツね。なんか昨日で販売終わっちゃったみたいな話を先ほど聞いちゃって、僕、ちょっと着てないの恥ずかしいんですけど、かっこいいですね。かっこいいですね。これ、選手がデザインした、はい、T シャツになってまして。はい。もう作るのももう手に入らないっすかね。やっぱもう実はちょっと手に入らないと言いたいところなんですけど、おっと言いたいところなんですけどおっと、まあまだ時期は未定なんですけど、はい、まあ、大体オータムリーグ、その今始まる開幕する秋のリーグ戦が終わって、はい、次冬にまあインカレ一番大きな大会があるんですけど、はい、その間の期間にもう一度販売することが一応決まってるので、はい、お、なんで知ってんすか。自分知ってました。選手がデザインしたことも知らなかった。実は1年生の1年生の選手と、まあ、4年生のマネージャーの先輩が共同で作ったと。実はそうなんですよ。販売されちゃうんですね。またそうなんですね。他にもタオルだったりとかもあるので、はい、こちらも再販すると思いますね。あら、なぜならあなたは、まあ、グッズの担当もやってるからです。ありがとうございます。ということで、そんなこんなでもう一回販売されるときは見逃さないように今のうちにフォローお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、こんな感じで30分皆さんありがとうございました。ありがとうございました。これにて本日のつくばスポーツライブを終わりにしたいと思います。次回の動画でもまたお会いします。また来てくれます？あ、自分はいくらでも。今後ウィークリー木村かなた行ってみたいなと思ってますので、はい、つくばバスケ部の大好きな木村さんと、はい、アンダー19日本代表3名の浅井選手、木林選手、小川選手の3名でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。